バルセロナは、U21 スペイン代表 MF、リキプッチ、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 MF、ミラレム・ピャニッチを今季終了後に手放すことになるかもしれない。スペイン紙、マルカが1日付で死を伝えている。今シーズンのバルセロナはダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し、世中、21歳のプッチは、下部組織出身の有望株とって非常に期待された選手の一人だったが、トップチームで安定した出場機会を得られず、冬移籍市場でのレンタルも噂されたが残留し、1から2月頃にかけては、今季初ゴールや初先発、と浮上の兆しも見せたが、その後はまたプレー、時間が減少してしまった。MF アルトゥールとのレードで、ユベントスから加入したピャニも、即戦力としての補強だったが、存在感を発できていない。リーグ戦での先発出場は6回に止まり、2月末以降は全く出場がない状況が続いている。両選手の苦しい状況にさらなる追い打ちとなったのが18歳の MF イライクス・モリバの頭。今季時点では、まだ B チームに席を置く選手が、トップチームでコンスタントに出場して、異評価を得ている。4月29日のグラナダ戦では、先出場の続いていた MF、ペドリを休養させるため、代役として、プッチやペアニッチではなく、イクスモリバが起用され、序列が改めてアキラになったと見られている。来季は、イライクス・モリバの正式なトップチーム昇格が見込まることもあり、ペアニッチとプッチは、放出後になると、マルカ神は予想。だが高額の移籍金、支払うのは、どのクラブにとっても、厳しい情であり、移籍するとすれば、当面はレンタルでないかとも見込まれている。両。